日本全国 GWO ファンの皆さん、こんばんは。天文学者のりょうです。昨日はね、日本に到着したばっかりの Acer Air Plus の開封の儀式の様子をお伝えしましたけども、今日はですね、いよいよ電源を入れたいと思います。ただね、この新しいデバイスに関してはいろいろ制約がありますので、その辺を中心にお話をしたいと思います。それではよろしくお願いします。それではですね、この新しいデバイス Acer Air Plus、この電源を、これ昨日もちょっとお見せしたんですけども、この電源を入れる前にこの無線機器、汽笛マークありますか？まあ汽笛っていうのは技術基準適合証明ですね。総務省が認証しているこの機械、この無線機器は電波を出しても大丈夫ですよというのを、それぞれの機器の電波強度とかですね、漏れた電波がないかっていうのをちゃんとチェックして、正しい電波を出しているような機械を認証しているんですね。この、仕組みを、技適というんですけども、この Acer Air Plus を使うにあたって、こういったこの機械は Wi-Fi、Bluetooth も入っているらしいんですけども、この機械を使うためには原則この技適マーク、この指マークみたいなものですね、これをラベリングしている必要があると。技適マークがない無線機器を使用すると、電波法違反になってしまうと。で、実際ですね、この Acer Air Plus はどうなってるのかっていうと、昨日開封の時にお見せ したんですけども、実際に本体にものすごくちっちゃいマークがラベルしてあるのが分かりました。ただですね、認証番号が書かれてないので、本当に通ってるのか、通ってると思いますよね、普通はね。我々消費者は、これを信じるしかないんで、大丈夫なんだろうと普通思っちゃうわけですよね。はい。でもですね、やっぱり不安なわけですよ。新しいデバイスですし、今コメントいただきましたけども、私もこれしてます。ちょうどね、この開始5分前ぐらいに清宮さん、GWO の大手、ディーラーさんの清宮さんが、総務省さんに問い合わせをして、プラスがね、技術が通ってない、通ってるのかどうかっていうのを確認されたそうですけども、通ってないということが、コンファームされたっていう、まさにホットな情報が入っております。はい、高弘さんですね、ありがとうございます。こういったことからですね、この機械どうしようかと、じゃ全然使えないんじゃないかと思うんですけども、本当にちょっと技適通ってるかどうかと、私もですね、調べてみました。この GWO さんの、この機械には、それぞれこういった認証ですね、海外の認証 FCC-ID とかですね、 IC-ID の振られてるんで、これをもとに調べてみました。この FCC-ID 2ABCB-PRICM4、 これですね、これを調べると、ラズベリーパイトレーディング LTD レディオモジュール RPICM4、 いわゆるラズパイの CM4 という一番新しい、機械に組み込むタイプのボードが入っているということが分かります。この下のものが実際、このモジュールになるんですけど、ここに載ってるこの矢印で、示している部分が無線モジュールになっています。実際このモジュールは非常に汎用性があるもので、Acer Pro もおそらく同じものが載ってると思うんですね。で、これをもとにですね、
2021年9月7日現在、技的証明を受けた機器の検索でですね、このキーワードで検索してみました。Acer Air、Acer Air Plus、ZWO、Raspberry Pi、RPICM4 で、まあ、検索しても、まあ、ヒットしなかったんですね。まあ、私の方でも、まあ、おそらくこの機械は、技的はまだ未取得の可能性が高いと思われます。まあ、あくまでも一ユーザーでの判断なんですけども、まあ、申請中なのかもしれないですし、これは全く、わかりません。はい。おそらく取ってないだろうということを前提に、進めた方が安全ですね。つまり、このまま、まあ、この機械は日本国内ですか、電波法違反になるかもしれない。特にですね、我々のようなツイッターユーザーとか YouTube ユーザーとかブロガーさんはですね、こういう機械を使って記事を書いたりとかですね、ツイートをしたりすると、お前は電波法違反じゃないのかっていうふうにこう言われてしまうわけですよ。やはりです、これ非常に問題ですよね。非常に問題だと思います。そこでですね、回避する方法があります。まあ、ご存知の方もいらっしゃると思うんですが、去年ぐらいから始まって、一昨年だったかな。技的マークがなくても180日以内ならば実験的に使用できる技的未取得機器を用いた実験等の特例制度というのが始まっています。これを使えば合法的にこの機械を使うことができます。これはどういうものかというと、総務省の総合通信基盤局電波部へのホームページからの届け出で OK ですね。最初の頃は紙を持ってって提出しないといけなかったんですけども、今はホームページから行うことができます。それからですね、電波に関する外国の認証、FCC ID、CE マークがあれば簡単。送信電力 200mW 以下の Wi-Fi、IEEE802.11A、B、G、N、A、C、A、X、それから Bluetooth2.1 以降であればクリア。180日以内の短期間の実験、試験、調査で使用する。ただし、同じ目的の実験等で再届けではできない。実際ですね、もう私、すでに昨日届け出をしておりますので、まあ、その簡単なちょっと説明をさせていただきたいと思います。総務省のホームページに、まあ、こういうところがあるんですけども、まあ、Google でですね、技的未取得機器とか、技的認証とか、こう検索すると出てきます。ここでまず、このホームページにアクセスしていただいて、まずですね、ユーザー登録っていうのが必要なんですね。これはですね、最終的には本人確認が必要です。これはですね、郵送もしくは、電子証明っていうのが必要です。まあ私の場合実際郵送で行いましたので、もうちょっとだいぶ前に、これはやってあるんですけども、コピー代、つまり免許証ですね。免許証や、まあ、あと、まあ、パスポート。パスポートも、まあ、住所書いてないといけないんですけども、そういった身分証明、写真付きの身分証明とかもコピーして、あと、それを郵送する封切手代でですね、あと封筒代、まあ、合わせて大体100円、コスト約100円で安心して使えるようになります。これを、面倒に思うかどうかっていうのは使う人次第です。届け出内容としては結構な内容があるんですけども、実験等の目的、無線設備の規格、相当技術基準、無線局に使用する無線機器ごとの情報、これに機器を認識、識別する番号等、機器の製造者、機器の形式または名称、設置場所、移動範囲、屋内、屋外の別、運用開始年月日、緊急連絡先、技術基準に適用する事実の確認方法、まあ、やたら難しいことが並んでるんですけども、まあ、私はアマチュア無線の免許を持ってるんで、電波法に関しては、無線局を開局するときにはいろいろやらないといけないんですけども、まあ、それに非常に似たような、結構専門的な用語が並んでます。まあ、難しいかなと思ったら、実はまあ全然難しくなくて、
まずこの実験等の目的っていうのを書かないといけないんですね。で、まあ、実験等の目的、ひな型があったりとかですね、自分で入力するところがあるんですけども、これにまあ、一つの実験目的の利用が180日以内で、できる内容、まあ、何でもいいんですよね。例えば、1回目に、まあ、今回、提出している、届け出た内容としては、エアプラスを用いた危機検証という内容で目的を届け出ました。で、この180日を経ってしまうと、廃止届を出さないといけないんですね。まあ、廃止届っていうのは、まあ、同じホームページからできるんですけども、実はですね、その後、目的を変えれば、同じ機械でも、また、180日使えるわけですね。で、まあ、2回目の届け出は、SIR プラスを用いた自動導入の機能検証、などなど、まあ、こういった、皆さん工夫していただいてですね、いろんな方法があると思います。同じ内容じゃなければいいと思います、ね。まあ、これはまあ、ずっとまた180日終わったら、また廃止届を出して、3回目届けて。まあ、おそらくこの頃には、このモジュールが非常に有用なもんですので、おそらく GWO さんではなく、これを輸入する業者もしくは、まあ、代行さん、ショップさんなりのところから、指摘を、取得すると思います。SIR Pro の場合も、これも議的が通った直後にこのプロが出たような、確かね、そういうスケジュールだったと思うんですよ。このプロにも確か、これは議的にマークなかったかな。ありましたね。ありますね。最初は SIR でしたっけな。あの時にその議的があるかないかとかっていろいろ、なんかみんな、やっぱり疑問に思ったんですけども、ラズパイが撮ってるから OK なんだよっていうことで、皆さん納得されてたと思うんで、この CM4 の、ボードに関してもまだね、去年らしか出たと思うんですけど、まだ時間が経ってないんでね、今後出てくると思います。技的認証自体を通すっていうのは、まあ、一個人でやるような話ではないので、お金も時間もかかると思いますし、やっぱり大きなところが代表的に、販売するようなところとかですね、もう、制度しているようなところがするべきの話ですので、ただ、今回は通ってないので、それをいかにして安全に使うかっていう話をしています。次、無線設備の規格、相当技術基準。これですね、何言ったかよくわかんないんですけども、これはまあどういうものかっていうと、まあ、この FCCID から調べると、この無線機器から出る電波の周波数とか、まあ、内容ですね、それを記述する、まあ、選択する必要があります。先ほど申し上げましたけども、この機械は 2.4GHz と 5GHz、802.11の BGNAC ですね、あと Bluetooth の 5.0BLE。この2種類ですね。これを、届け出のホームページにこういうチェックボックスの欄があるんで、まあ、簡単ですよね。同じやつをチェックすれば大丈夫です。そして、無線局ごとの情報。まあ、結構いくつかあるんですけども、まあ、具体的に書く内容決まってまして、無線局ごとの情報としては、機器を識別する番号と、これは SIR プラスの筐体に記載しているシリアル番号を書いてください。これで大丈夫だと思います。次に機器の製造者、まあ、GWO で OK だと思います。ボードの話をしてしまうと、ラズベリー財団とかっていうふうになっちゃうと思うんですけど、これは GWO さんの機械のシリアル番号とい こう紐付けでやっていった方が確実だと思います。で、その使ってる機械の名称が ASIR Plus。設置場所、移動範囲。まあ、これも無線の世界では、いろいろあって、話脱線しますけど、地上とか海上とか上空とか宇宙通信とかっていろいろあるんですよ、アマチュア無線の世界には。まあ、この無線自体も、まあ、どこでも飛んでっちゃいますからね、どこで運用するかっていう話が、やっぱ基本
適宜事項として記入しないといけないんですけども、まあ自宅でもいいですし、まあ自宅にしておくのが一番いいんじゃないですかね。よくフィールドに行かれる場合は、まあ、その都度変更しないといけないと思うんですけども、その辺は、考えて書いてください。私が決定することではないので、この辺はよく考えて記載していただければ大丈夫だと思います。屋内、屋外別。まあ、これは周波数の問題になりまして、2.4GHz なら、家の中でも外でも大丈夫なんですけども、5GHz 帯になりますと、屋外での使用というのは特別な許可がない限り、これは禁止になっていますので、5GHz を使うことはできないと。まあ、でも、一般的に、外で星を見ますので、屋外としておいた方がいいと思います。それから、運用開始年月日。これは、まあ、いつでもいいんですけども、まあ、大体、まあ、提出するその日からにしたものがいいと思います。緊急連絡先。これは最初に個人情報を入れるときに、データが自動的に入ります。それから、技術基準に適合する事実の確認方法。これが何だかに何言ってるのかよくわかんないんですけども、これは FCCID の番号を入力してください。で、そこに、選択肢、この青い選択肢と、まあ、白い選択肢、まあ、もともと白い選択肢が2つ、ボタンが、大きいボタンがあるんですけども、左側の、ちょっとこれパワーポイント作るときちょっと面倒だったんで1個しか出してませんけども、こっちの、無線機本体や、説明書パッケージの表示により次のすべての内容を確認しましたというのをボタンを押していただいて、この FCCID コロン 2ABCB-PRICM4 これを入力してください。これはこれで OK。 これでまあ入力してボタンを、送信ボタンを押せば OK です。今回のこれは申請ではないんですね。届け出なんですよね。役所用語になっちゃうと思うんですけども、申請の場合は、まあ、どうぞこれは見ていただいて審査してくださいっていうことになると思うんですけど、ただ届け出ですので、出せば OK なんですよ。とにかくすごく問題がない限りは大丈夫だと思います。それからここ総務省さんが一番気にしているのは実験中の管理ですね。この機械、まあ、技的マークがないようなものを使っているイコール、まあ、違法無線局としてなってしまうんですけども、今回の届出を出していればそれを回避できる。だ知らない人が見るとそれは大丈夫なのかって思っちゃうわけですね。まあ、こういうふうに違法無線局として使用されないように、まあ、認識されないように適切な管理を行う必要があって、次のような案内を掲げた方が良いというふうに、ホームページに書いてあります。どういうことかっていうと、この無線設備は電波法に定める技術基準への適合が確認されておらず、法に定める特別な条件の下でのみ使用が認められています。この条件に違反して無線設備を使用することは、法に定める罰則その他の措置の対象とあります。はい、長いですね。長いので、同様の内容なら OK です。なので、私はですね、総務省届出済みの技的未取得機器を用いた実験中です。私のツイッターのですね、プロフィールのところにもこれ書いておきました。毎度毎度言われると大変ですので、まあ、ことあるごとに掲示した方がいいと思うんですけども、こういったことを、見せて正しく届け出をして使ってますよっていうことをアピールをした方がいいと思います。なので、本体にテプラでこういうふうに貼りました。かっこいいでしょ？こんなふうなダサいテープを貼ってやらないといけないんですけど、まあ夜だから見えないんでいいんですけど、まあ早く技的認証を通ってこのテープもいらないことになればと思います。でですね、実際今技的が通ってないと仮定しますよね。で、実験での特例制度でこれを使ってるときに、あ、技的通りました、ラッキーってなるわけですよ。そういうときどうしたらいいかわかんなかったんで、総務省さんに問い合わせしました。そしたらですね、
もはや届け出対象の無線機器ではないので、廃止届を出せば OK とのことです。まあ、その通りですね。聞いてきたことから、もうこの特別制度使わなくていいよということです。はい。で、このエーサーエアプラスは届け済みなので、この後合法に電源を入れられます。皆さん納得していただけましたかね。星宮さんご覧になられてるのかな、ちょっと僕わかんないんですけども、ただですね、これはこの方法を使えば、私は思うんですよ、この方法を使えば大丈夫ですよとは販売店さんはね言えないっていうか言いにくいと思いますよ。ここは非常にデリケートなところでしょうし、私はまあちょっと商売はやってないのであんまり詳しくは分かりませんけども、まあ、正規の代理店さんとしては、この方法を使えば大丈夫ですよとしては、やっぱなかなかね、難しいと思いますんで、まあ大変だと思いますよ。うん。ただまあ我々は、この実験レベルでの、まあ使用をレポートするというような感じになると思います。はい。それはですね、実際今日ちょっと初めて火を入れようかと思ったんですけども、やはりちょっといろいろ見えてしまうとまずい情報とかあるので、一度火は入れてあります。で、プロの場合どうだったかちょっと忘れてしまったんで、久しぶりにやって、あ、こんなステップ踏まないといけないんだと思って、今回簡単なね、マニュアルがついてるんですけども、まあ、マニュアル見なくてもどんどんやってしまって、ハマってしまうとあれなんで、実際電源を入れるとどうなるか、ちょっと、キャプチャーしたものがあるんで、ちょっとそれをご覧いただきます。最初にですね、SIR プラスを買ってきて、最初の作業っていうのは、まずですね、まあ、電源を入れます。これ 12V、プラス、センタープラスのものを使っていただいて、で、あと、ある程度、電気の出力があるものを、使って、まあ、プロユーザーの方だったらわかると思うんですけども、結構アンペア出力のあるものを使っていただく必要があると思います。それからスマートフォンやタブレットの Wi-Fi を SIR プラスに接続します。それから SIR アプリ立ち上げてアクチベーション作業を行う必要が最初に1回だけあります。実際ですね、つなげるとこういう画面が出てくるんですね。オンラインアクチベーションしましょうと。で、こういうのがあるんで、まあ、下の緑のボタンをクリックすると、次に進むかなと思ったら、その Wi-Fi が SIR プラスに繋がってるんで、インターネット通信ができないんですよね。スマートフォンだったらできるかもモバイルネットワーク繋がってるんで大丈夫だと思うんですけども、まあ、大抵なんか、ね、SIR プラやりながら、ツイッターとかできないんで、おそらく、インターネットコネクションできないんですね。あと、モバイルネットワークが積んでないタブレットとかをお使いの場合は、当然インターネット通信できないんで、このオンラインアクチベーションを押す前に、一度 Wi-Fi を SIR プラスから接続解除して、家にあります、Wi-Fi に繋いでいただく必要があります。なので、モバイルネットワークがない、Android のタブレットを思っている方が、いきなりフィールドに SIR プラスを持ってって、箱を開けてやろうとすると、はまります。一応、QR コードでアクチベートできるって書いてあるんで、これの方法があるのかな ?QR コード、これかな、まあ、マニュアル見てるんですけども、これかな。でもこれダウンロード用の QR コードのような気がするんですけど、あ、これかな。実際一回やってしまうと、まあレスポンスすればもう一回できるかもしれません。ちょっとそれやる勇気がないので、わかんないんですけど、とりあえず現場に
買ったばっかりのものを現場に持ってってアクチベートをするのはやめた方がいいと思います。じっくり家で一回アクチベートしてから、フィールドに持っていかれることをお勧めします。そうするとですね、まあ、こういった QR コードが表示されます。そしてですね、まあ、僕の場合は iPhone でやったんですけども、オーソライゼーションコードというアクチベートという、こういう QR コードと、あと、知らぬ番号、まあ、これ隠してありますけども、こういったものが写真フォルダに保存されます。これ、大事になりますので、大切に保管してください。そして、まあ、また再びスマートフォン、タブレットの Wi-Fi を SI プラスに接続します。はい。そうですね。ここでプレゼンテーション終わりですね。こんな感じで、アクチベーションをする必要があります。はい。ここまでで、あ、マサさん、コメントありがとうございます。あ、届け出ですね。そうですね。郵送してですね、僕、週末に金曜に送ったんですけど、月曜日ぐらいには、メールで、完了しましたっていうのは来ますんで、結構早い仕事だと思います。はい。あんまり大きなこと、生意気なこと言いませんけど。はい。それではですね、まあ、ほとんど今日は、まあ、この話がメインですね。これ非常に重要な話なので、ね、この後、まあ、電源を入れて、今もちょっとカメラ繋いでないのと、まあ、外雨なん、東京雨なんで、何にも、できないんで、とりあえず、この電源繋いでみて、どうなるかっていうのをやって、今日は終わりにしたいと思います。それではですね、同時に電源を入れて、どっちが早く起動するか競争ってやってみましょうか。これ電源スイッチのオンの向きが違うんですよね。同時に入れてみましょうか。ちょっと、僕の声聞こえてますかね？昨日はね、ちょっと BGM がうるさすぎて、自分の動画はあんまり見たくないんですけども、ちょっとチラッと聞いたらあんまり BGM が大きくて聞きづらかった。申し訳なかったと思ってですね。はい。これでじゃあ、用意どんでやってみますね。大丈夫かな？ 12V 入ってるはずです。じゃあ行きます。用意どん。結構ビープ音うるさいっすよね。ビーっつってね。これも鳴るんですよ、新しいの。なんか、どっちが鳴ったんだろう。ちょっと今、私、イヤホンしてて、聞こえなかったんですけど、あ、もう一個ピーって言いましたね。どっちだろう。わかんなかったなぁ。ちょっと今回ですね、私のこのプロちゃんの方は、やっぱ電波届かないんで、ブログの方にも書いてありますけども、モバイルルーターをつけてるんで、実際、速度の比較は、ベンチマークもやろうかなと思ったんですけど、ちょっとできないんで、まあ、ちょっとこういう風にやってます。これをね、外して、中の Wi-Fi でやってもよかったんですけど、またちょっと設定し直すのは非常にめんどくさいんで、申し訳ないですけど、今回ちょっとこういう形でやっています。はい、ちょっとここで、チャットの方を書き込んでいただいておりますので、確認しますね。あ、そうですね、松田さん、そうですね。QR でやってもネットにつながないとアクチベーションできないと思います。そうですね。はい。それから、高広さん、この認証作業ってクラスだけですか？プロではやってないと思うんです。私もね、覚えてないんですよね。ただ、ファームウェアが上がってるんで、ひょっとしたら、そういう風になってるのかな。どうだったですかね。僕も覚えてないんですよね。ラズパイ OS のアクチベートはやってないですよね。どうだったかな。本当に、一回しかチャンスがないんでね。ほんの1分、2分で終わっちゃうんで。まあ、マニュアルを見直せば多分あると思うんですけども、
でも一応用心して、プロも用心して、お家で、ご自宅でアクチベーションして、動作確認までされて、持ち出した方が確実だと思いますよ。はい。それから、ひろしさん。いや、ビープ音を小さく、あ、そうですね。2段階ですね。大きい音と、中辛の音、それから、はい。あ、メッセージ撤回されましたけど、その通りです。はい、ご指摘の通り、音を消せます。はい。まあ、家のね、ベランダでやってるときは、結構、大きい音なんで気にしちゃいますけど、ね、はい。で、そこでちょっと今、まあ、今回プロの方だけなんですけど、プロの、あ、プロじゃなくて、プラスの方ですね。プラスの方の、こう、iPad で繋いでみましょうかね。ちょっと、それじゃあ iPad の画面を出します。はい。ここに入ってるので、起動します。そうですね。ここでこう、指差しができないんで、なんとも、右上とか左上とかしか言えないんですけども、プロと違うのが、右上にある EMMC っていうアイコンですね。これがまあ中に入っているメモリーの部分のことを言うと思います。ここが違ってますね。順番に見ていきましょうかね。まあ、この間、大幅なアップデートがあったんで、皆さんご覧になっていると思うんですけど、それと何が違うのか。一応ちょっとプロの方も繋いでおきましょうかね。プロ、繋げるかな。アンドロイド画面ですね。アンドロイドの方で、こちらアンドロイドですね。一応、最新バージョンにアップしてあります。はい。これが、プロの画面。こっちが、プラスの画面ですね。プロの方はこれ皆さん見慣れてると思うんですけども、設定から、ビーポーンは、ここでしたっけ？どこでしたっけ？ビーポーンの設定。プロの方、ビーポーンは設定できるんでしたっけ？ちょっと僕そこまで試してないんですけど、あ、できますね。プロでも、この Wi-Fi マークからパーソナライズセッティングを選択して、サウンドモードっていうところにオフとかバックヤードとかフィールドとかっていう、ここでコントロールできますね。ここは、プラスでも同じですね。はい、それではプラス画面の方を見てみましょう。一つね、まだ全然試してないんですけども、この筐体の温度がどのくらい上がらないのかっていうのが非常に興味があって、今ここで 39.9 度ですよね。これがな、プロの画面。47度。45度。12V 出力はしてないんですけども、一応、動いてる状態ですね。ただ、こちらはですね、上にこういうものが乗ってるんで、放熱があまり良くないんで、そのせいかもしれません。ちょっとこれは参考データとして、見ていただければと思います。はい、これ今はプラスの画面です。ここで、ここも一緒ですね、パワーアウトプットのあれですよね。はい。ここで、まあ同じですよね、ここもね。まあカメラちょっと繋いでないんで何もできないんですけども、ガイドのところも多分この辺は変わらないと思うんですよね。フィルターホイール、それから EF ですね。そこはこの EMMC、これ、容量が 20GB あって、フリーが 20GB。うん。OS はどこに入ってるんですかね。ね、ちょっと心配ですよね。本体にですね、
ティーフカードのところがあるんですけど、ここにちょっとまだ僕マニュアル読んでないんで、わかんないんですけど、ここに入れたデータも、組み入れたカードにもデータと保存されるんですかね。あとを、まあ、プロの方で僕はこの、保熱がいいタイプの、この、USB3.0 タイプのメモリー、USB メモリー使って、ここに今保存してるようですけど、これを入れても認識するのかな。これ最後にやってみましょうかね、これね。認識するのかどうか。いや、まあ本体の中に入っているデータはここにある PC の USB3.0 のコネクタが吸い出せると思うんですけど、はい。まあ、20GB はちょっと少ないですよね。まあ、ただ、速度的には高速だと思うんで、動画、まあ短い動画、まあ、惑星撮るときに動画で撮ると思うんですけども、その時は内部の方がいいのかな。ちょっと、その辺は、要、検討してみないといけないですね。はい。それから、ここの辺も、同じなんですけど、ひょっとしたら、このサービスアグリーメントのところに、ここですね、この、今ちょっとここ見てましたけど、この、アバウトのところに、技的関係の情報があるのかなぁと期待はしてたんですけども、何もありませんでした。ここも結局は GWO さんのライセンスについてですね、ということしか書いてないですし、ないですね。この辺に書いていただければいいんですけども、ただですね、一応フィードバックとして、日本におけるこの技的の問題は非常に大きく、販売店さんもちゃんと正しく販売できるように何とかしてくれっていうコメントはしてあります。マサさんの方も問い合わせしていただいていると思うんですけども、やはり非常に有用な機械ですし、まあ、おそらくプロはディスコンになって販売中止になるんですかね。もうずっとこの、プラスになってしまって、やはりこれをきちんと対応してくれないと、GWO さんも困っちゃうと思いますし、我々も困っちゃいますし、販売店さんも困っちゃいますからね。なんとかしてくれと。で、ちょっとさっき、まあ、そういうコミュニティがあるんですけども、書き込んだんですけど、どうも分かっていただいてない。まあ私の英語があんまり良くなかったのかもしれないんですけども、どうも、すごい重大な問題だっていうことに、気づいていただいてないような感じだったんで、なんかいい方法が、いい英文がありましたら、私のツイッターの方に、コメントいただければ嬉しいと思います。世界的には、やっぱ FCID とか、それでいいとかね。あと、まあ、ネットとかですね、書き込まなきゃ大丈夫だろうって思ってる人は大半だと思うんですよ。でもやっぱりですね、これは法的に違法なものになってしまうんで、こういったことを回避するためにメーカー側としては正しい機械を正しいライセンスのもとで販売してほしいということを、まあ、メッセージを発信し続けていかないといけないと思います。はい、マサさんのコメントですね。はい。データは TF か EMC か、外付け SSB、USB にデータ保存ですね。そうですね。まあ、USB ポートが開くんで、これがやっぱ一番大きいですよね。GWO さんの、ハブ、カメラのところにいくつか USB ポートがあって、あれがハブになってますから、あれってね、フォーカサーとか、フィルターホイールとかつけてもいいんですけども、僕みたいに、こんな風に、上のモバイルルーターの電源をこっから取ってますからね。この 12V から 5V に変換するアダプターってね、自作するか、なんかいろいろやんないとないんですよね。ハンダ付け作業が必要になったりするのめんどくさくて。売ってくれればいいんですけどね、Amazon でね、500円ぐらいでね。しょうがないんで、こういう風に 5V USB から電源取ってます。はい。まあ、ここが一つ開くんで。まあ、あと全体的なね、その出
力がね、下がると思うんで、安定していいと思うんですよね。USB も、ご自宅電力、使ってますからね。はい。あと、これ戻りまして、現在の温度が、43.3 度、 CPU ですね。で、一方、プロの方が50度。本体を触った感じでは、やっぱ、まあ、あったかいかな。暑いかな。こっちは、まあ、全体的に、でもね、これ放熱うまくいってると思うんですよ。均等にあったかいっていう感じ。こっちはやっぱりね、中開けたことありますけども、電気のボードがこっちに乗って、ここにラズパイのボードがあるんですけど、ここの CPU からの熱が非常に大きくて、暑いんですよね。で、この夏はまあ曇りだったんで、あんまりできなかったんですけども、やっぱり夜25度を超えた熱帯夜のところで使ってましたけど、やっぱ熱持っちゃってね、結構大丈夫なのかなって思いました。はい。まあでもそれほど熱はない、感じないかなっていう感じですね。まあ実際これに 12V をつなげたらどうなるのかな、出力させたらどうなるのかなと思いますけども。はい。またコメントいただいてますね。あ、なるほど。OS は EMMC じゃないでしょうか。ということは多分ユーザーエリアが、これのユーザーエリアが20ギガあって、OS の部分と分かれてるんでしょうね。パーティション切ってあって、おそらく。ということでしょうか。と思いますけども。プロの TF カードも撮影データで使用できる容量20ギガですよね。ああ、結局、ラズパイ OS の制限上っていうことですかね。あれ、どうだったかな？アンドロイドの方をメモリに見てみると、SD、あ、そうですね。はい、64ギガ入れちゃってますけども、20ギガしか使えないですね。Amazon で買ったサンディスクのやつ。いろいろ問題があるやつね。本物でしたよ。買ったやつは。偽物がありますけどね。ちゃんと本物でした。ということは、この SD カード、TF カードっていうのは本当、あんまり使わない方がいいかもしれないですね。まあ、引き継ぎ USB を使った方がいいのかな。あと、その SSD、マサさんもやってましたっけ？外付けね、SSD やってみたいですね。そのが大容量ですし、高速ですし。はい。はい、ショビーさん、CPU 温度が下がっているのはいいですね。そうですね。やっぱりこれはね、ボード自体の設計が違うと思うんで、そこの影響はやっぱり大きいと思うんですよね。これが今、プロの方で52度。こちらが43度。暑くないですね。暑いっすね、こっちは。やっぱ穴が開いてるってやっぱり意味があるわけですよ。こっちは放熱の部分ないですもんね。まあ中のその放熱板の処理もきちんとうまくなっていると思うんですよね。こっちに関しては、まあ一応その CPU の上に放熱のシートと、強制とつながってるんですけど、やっぱファンが欲しいなって。ファン乗っけたいけど上にちょっとスペースがないんで、ちょっと難しい。まあここにね、ここにファンつけていいんですけど、またこの電力必要になっちゃうんで、もう大変なんですけど、まあ実際こっちの方がやっぱり温度が低いんでいいと思います。はい、それから、ちなみに技的な話ですが、僕が聞いた話では、某京栄さん、某京栄っていうのは、感じが違うんで、大阪か東京かでもまたいろいろあると思うんですけど、ケースに入れた状態で汽笛を通しているという話でした。話は、ま、現在進行中。まあ、そうですね、
おそらく、まあ、どこが通してるか、まあ、GWO さんなんでしょうね。あの、印刷してあるっていうことは。なかなか、まあ、申請して通なかったとかなっちゃうと、またいろいろ面倒な話になってしまうと、またあれですので、ここは、静観してね、ぜひ、いい、朗報を待ちましょう。ね。その間は、まあ、我々はこのように届け出をして、ご法に実験で使いましょう。はい、それからマサさん、SSD は 1TB まで対応らしいので、EMMC は要するに呼びようとして考えた方がいいかもしれません。そうですね。はい。お金かかりますね。USB の SSD だと、あれは補助電源いるんですかね。5V。よくUSB 端子で2つね、出て、電源取り用と通信用で2つつながらないといけないタイプもあるんですけど、1本でいってるやつってあるんですかね。今ね、僕、仕事で使ってる Mac は、サンダーボルトなんで、USB じゃなくてサンダーボルトでやっちゃってるんで、それ1本でいけるんですけども、USB の場合の SSD って1本でいけるといいんですけどもね。はい。もし、お分かりになりましたら教えていただけますと嬉しいです。だから、高弘さん、EMC で 32GB のはずなので、OS 領域でパーティションを切っていると思います。あ、やっぱそうですか。ありがとうございます。はい。まあ、20GB は、家に USB 忘れちゃった時用ですかね。そんな感じに非常用として考えればいいんですけど、時々間違って手が触れちゃってね、ここ今 USB 入ってるんで、こっちか。こっちで、プロの方で間違ってこっち触れちゃってね、あれらっていう時もあるのと、あとダークファイルとかね、バイアスファイルをどっちに保存したかって、参照できないことがあるんで、間違いないようにしとかないといけないですね。それじゃあちょっと USB を認識するかどうかあれなんで、これ電源切ってみましょうかね。電源切って挿してみましょう。シャットダウン。はい、プロの方は電源切れました。まあ本当はこの USB を挿すのが電源切ってからの方がいいんでしょうけど、まあ今全然データ入ってないんで刺しますね。刺して認識するかな。 USB デバイスディスカバー、はい、ドライブディスカバー、はい。 USB を刺すと、これを刺すと EMMC が見えなくなるですね。それで正解かな。抜いてみましょうか。まあ壊れないと思いますよ。来ました。あ、そしたら EMMC になりましたね。あ、わかりました。 USB を挿すとそっちにしか保存ができないみたいです。はい。そうすると TF カードを入れるとどうなるんですかね。ちょっとあんまり今、空の TF カードがないんで分かんないですけど、TF になっちゃうのかなぁ。TF と USB 入れるとどうなっちゃうのかなこの辺はちょっと時期やってみたいと思いますけど、まあ、皆さん多分 USB メモリーでやっていくと思いますけどね。はい。こんな感じで今、もう55分、ずいぶん経っちゃいましたね。今日はまあ、ほぼ、履歴の話を中心に、皆さん興味があるところと思うんですけども。はい。あ、USB 接続の SSD は USB バスパワーで動作します。スティックタイプでもまだまだでかい。あ、そうですね。大きいやつ、あれちょっと触れて、ね、USB の根元がバキッていってしまうと怖いんですけどもね。はい。ありがとうございます。ということで、ほぼ半分履歴、半分、このカードがどうなってるのか、USB がどうやって認識するのかっていう話で終わってしまいましたけども、皆さん大丈夫ですかね。販売店さんからはひょっとしたら販売されないので、GWO さんが直輸入という形で皆さん、実験になるか、まあ、11月の販売時期までに、技適が通って正式に、購入できるのかと、
思うことを願っております。はい。まあ我々も一応、先行的に使わせていただいてますけども、いろいろちょっとね、フィードバックを上げて、どんどん使いやすいものになっていただければと思っております。それではですね、ご質問、大丈夫ですかね。こんな感じで、皆さん本日はどうもありがとうございました。なかなかね、天気が晴れないので、これを使って、ライブで、ちょうど今ですと、まあ、木星も見ますけども、アンドロメダもだいぶ登ってきてますんでね、そういうの撮って、ライブ、過去にやったことあるんですけどね、もう最近ちょっとやってないんで、ライブで、星見を中継できればと思うんですけども、マサさんもね、今日、届いたそうなんで、そちらの方天気がいいですからね、そちらの方が先かな。うん。東京全然ダメな感じなので、とりあえず、家の中でも写真撮って、どういう挙動するのか、テストしてみたいと思います。それじゃあですね、本日はどうもありがとうございました。また、どっかの星空でお会いしましょう。ありがとうございました。